東明寺は埼玉県和光市白湖にある臨在州県庁寺派の寺院である。三号は福田山で東明禅寺とも呼ばれる。1380年に不明国史を環状解散として迎え解散した。第七世常西潮将は行基作と伝えられる赤いけど観禅を境内に安置し、これにより吹き神観音として知られるようになる。観音堂の裏手に 更新塔が135期も置かれており、これを100更新という。それぞれの更新塔の作成年次は、江戸時代中期の法歴年間から明治中期に渡っているが、江戸時代末期の1848年、同2年のものが約100期を数え、この時に親更新塔が置かれた。1969年10月4日に和光市の有形文化財民俗資料に指定されている。 観音堂で長く使われたワニ口は1571年2年後、北条氏に仕えた河村矢次郎より寄進されたものである。和光氏に現存する最古の金工芸品として、1959年7月13日に和光氏の有形文化財工芸品に指定されている。最国33霊上を勘定した33体の観音像。聖観音立像4体。 十一面観音立像四体、千樹観音立像十三体、千樹観音座像四体、女意輪、観音座像六体、馬頭観音座像二体である。二王門の木造二王像は高さ二メートル超で和光市最大の仏像である。江戸時代前期の作と推定される。観世音と書かれた三井神話の手による変額が掲げられている。ありがとうございます。